カップルコーデ組もうと思ったの。強かった今日。何？1店舗目でこれ全部買った。しかも1店舗目でカッコイチ買っちゃった。うん。どうもミルメンです。イエイイエイイエイ。久々の外に出たのはいいものの、人が多すぎるし。うるせえな。選挙か。今日は秋服の古着をいっぱい買おうと思って、うん、名古屋の大須に来ました。はい、もう早速行きたいね。っていうよりも人混みから早く出て行きたい。解放されたいからもう行こう。うん、もう帰りたいんだけど、ね、気持ち的には。はい、行こう。あの探してんのは須田まさきの。じゃあ私小松菜奈。なんでカップルコーデ組もうとしたの？別にいいんだよ、自分の好きなやつ買えば。今日の帰りは須田まさきと小松菜奈になってから、うん、あっぽくね、うん、はい、お気に入りのお店着きました。ここはね、うん、絶対来る、大須に来たら。小松菜奈を探せ。小松菜奈っぽい。小松菜奈っぽいな。確かに。着てみようかな。うん。でもセットアップっぽくなるんじゃない？めっちゃ今から。やろうよ。いい感じじゃん。セットアップかっこいい。かっこいいね。そう。いいと思うよ。どう？着心地は？いいよ。いい感じ。可愛い。これも可愛いね。これセットで欲しい。さっきのよりもこっちの方がいいかも。秋っぽいし、ちょっと小松っぽい。ああ、小松っぽいね。ねんちゃん、すでに買っちゃいました。買ってきた？もう買っちゃった。何を？本当は試着したりとかもしたかったんだけど、もう試着もせず買ってきた。めっちゃいいの見つかった。サプライズすぎるな。マジで迷う。マジで迷いますね。これか。うん。これか。昔のめんちゃんっていうのがなんかこっちに近いかな。なんか最近の夏の私、うん、夏の私との違いを出せるのはこっちだね。こっちはちょっと韓国っぽいね。そうそうそう。まあ、どっちも似合うんだけどな。多分イメージあるのこっちだよ、うん、まあ爆買いだしさ、めんちゃん爆買いだし、ちょっとその辺考えようぜ。どうしよう。じゃあ両方買おうかな、うん、1店舗目でも全部揃いそうだね。そうそう。もうめっちゃ持っとる。まだまだ欲しいな。まだまだ。あと2点ぐらい欲しくない？欲しい。迷って。え、なんか柄近いやん。柄近いけど、首周りとかが全然違うからね。私、こっちはカーディガンじゃん。うんうんうん。はい、落とした。もう買い取り。買い取り。やれやれ。え、だからカーディガンか。うん。どっちも買ったら？どうしてもどっちも欲しいのであれば。用途違うでしょ。そういう企画なのに。逆にいいかな、うん、プレイで1着はこれ買って、うん、もう1着はもう預けてあって、うん、で帽子も預けてあるんだけど、うん、これどう？で秋っぽくていいと思う。まさきっぽくない？まさきっぽいし、だからまさきの秋って感じ。まさきの秋、これ買います。あとね、ズボンがね、うん、ないから。確かに、いつもさ、この黒スキニーバッグ履いてるから、うん、スキニー、スキニーなの。でもね、気になったらちょっと言っていい？うん。ミル君さっきこれ選んでなかったとかって言ったけどさ、うん、絶対これ元カレの記憶だもん。違う、違う、買い物してる中、元カレの記憶が蘇ってきて。違うって、めっちゃブレてます。違うって、これは私がお酒っぽいなと思ってチョイスしたやつ、さっき。本当に、うん、って思ったって話です。違います。あ、これってパンツも脱ぐんかな。あ、脱ぐわけねえだろ、パンツを着とけ。だってズボン履くときパンツ邪魔じゃない？邪魔じゃない。邪魔なほどモコモコしたパンツ履いてたの。よくない？上とは合ってないけど全然。え、いいんじゃない？サイズ感的にはいい。うん、いい感じだったね。うん。おい、犯罪か。
昔の自分っぽいね。確かに懐かしい。なんか付き合う前か付き合いたてぐらいの時の私こんなんじゃなかった、うん、戻るファッション戻ったよ。なんかさ懐かしい。これ欲しくなってきた。確かに昔のめんちゃんの方が可愛いからさ、あのみんなにも見せてみたいなみたいな気持ちが多かったから。方が、うん、顔やめて。やめんでって言った。やめてって言った。急にユーチューバー魂出してきたから。違えよ。やめろ。爆買い。爆買い成功しましたよ。はい、爆買い成功しました。成功も失敗もないんだけど。え、過去一爆買いしたよね。過去一買えたよね。うん。すごかったな。うん。一番のめちゃくちゃ嬉しかったもの。うん。言っていい。何？これ。無料ステッカー。無料ステッカー、まあ、お気に入りのお店やから。お気に入りのお店だからさ、ね、ステッカー貼ろうかなと思って。パソコン第1号のシールのやつにしよっかなと思って。ハロハロハロ。普通に可愛いしね。でさ、一つ突っ込んでいい、うん、夜あれ圧倒的夜あれ、うん、お店入った時明るかったのに、うん、もう顔すら見えんのよ。あ、照らされよ。マジでイエーイじゃないんです。だからさ、うん、あの今日マジで1店舗目しか行ってないし、うん、デートとか言いながらね、うん、服しか紹介してないからさ、うん、ダージーパイ買いに行こう。食べよ。1年越しか。そう、1年前ぐらいからずっと食べたい、うん、食べたいって言ってた、うん、どでかいファミチキみたいなやつ、うん、そうそうそう、いや安っぽく聞こえんな。巨大ファミチキみたいなやつ食べに行こう。はい。てかさ、プリクラ撮りたくない？プリクラ撮ろう。プリクラ撮りたいよね。こういう時以外撮らないもんね。うん、うん、撮りに行こう。もう年だからさ、うん、そうよ、今がチャンス。はい。こういうとこ来ちゃうとさ、キャピキャピしちゃうね、思わずね。若返った気分。若返っちゃうね。今何歳だっけ？25。あ、行っちゃうよ。そうそう、でも25歳でもね、キャピキャピしちゃうのよ。キャピキャピしちゃう、うん、でもさ、一ついい？あの25歳で、あのそういう顔されると僕28です、はい、やめてください。おじさんや、はい、お腹減った。お腹減ったね。空いてなかったら面白いけど、空いてなかったら面白いけど。空いてる空いてる。面白さよりも食べたさが勝った。しかも空いてるでも、うん、え、何味にしよう。カレー味、ケイジャン、チリレモン、パクチー。これか、うん、あ、でもこれがメジャーなんだって。これかこれかこれがいい。メジャーでいこうよ。え、これ、うん、じゃあこれにする。いこうじゃん。いろんなのあるんだね。ダージーパイの、はい、このちょっとね、はい、ビリアレジ袋が忘れますが、出していいね。はい、130円です。お金がないからね。無料やったらもらう。無料やったらもらえた、うん、めっちゃいい匂いするよ、ね、今日初めての食事だから。確かにめんちゃんのせいで寝坊したから。寝坊した&めちゃくちゃ選ぶからね。一軒で終わることなんてある？古着爆食い、爆食い、爆食いじゃない、爆買いで。お腹減りすぎて爆食い。一軒で終わるし、うん、もう今から爆食いしよう、うん、この後タピオカ飲めたら飲みたい、ね、飲みたい。いいの、はい、変じゃない？うん、大丈夫。前髪変じゃない、ペタンってなってないから。ごめんな、暗くなっちゃってな。暗くなっちゃったせいで帽子外さないと顔が見れない状態になっちゃってごめんな、うん、なんで俺が謝っとんの。私のせいや、はい、はい、ねえ、ダージーパイ、ダージーパイめっちゃでっかい、うん、めんちゃんは何パイ？ん？めっちゃめちゃくちゃでかいんだよね、これ ね、めっちゃでかいし、うん、いい匂いする。めんちゃんの顔よりでかい、これって言ったらなんかめんちゃんの顔がでかいみたいになっちゃってるけど。食べよ。え、食べろ。かじっていい？うん、1年越しのね。いただきます。おいしい。あ、ナイス。めっちゃうまい。めっちゃおいしい。あと胡椒が強くて。あ、そうなんだ。え、ホットチリ系かなと思ったら。ちょっといけいけ。このがっつけるっていうね、貧乏カップルの夢。うん、我慢してよかった今日。巨大版ファミチキ最高。最高。うん。うん、めんちゃん。ちょっと離れたところにいるカップルがちっちゃめのシーソーみたいなのに乗って、女の人がちょっとやらしい動きをしているんだけど、これは男性側の狙いかな。多分そう。
これカットするけど一応取っとくね。うん、じゃあそっとして離れようか。うん、そうしよう。頭痛い、ちょっと頭痛い、あれを見たからじゃなくて。そうかもしれない、あれを見てからなのかもしれんけど、なんか頭重い。大丈夫か、タピオカやめて帰る。じゃあそれともタピオカが飲めなくて。タピオカが熱力みたいなもんかも。飲めたい、うん、行こうか。え、暗くね、大丈夫、開いてる。あ、いる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 、よかったよかった。ちなみにまだ頭痛はしてる、うん、してるね、してるね。飲んだら治るか。うん、治るかもしれない。何飲む？なんか黒糖ミルク系か、うん、このいちごミルクかがいい。なんかミルクっぽいものが飲みたい。いちごミルクでもなんだかんだ飲んだことないから、いちごミルクにしたら。ないよね。うん、確かに。そうする？そうしよう。かわいい、はい、かわいいし。そうだな。めっちゃ今映えてるよ。映えてる映えてる。幸せ。おお。何にかけてるかわからん。なんで死と死が合わんとるで幸せ。あ、頭いい。あったかい。あったかいんよ。で、なんか触ってみ。舌あったかい。あれ冷たいよ。なんか出来たてのタピオカみたいなさ。あ、そうなんだ。さあ、初めてのイチゴ。初めてのイチゴ。混ぜよう。美味しそうね。まだ頭痛いね。痛い。まだ頭痛い。オッケーオッケー。いただきます。はい。何？頭痛治った。早いな。口の中にまだあったしな、喋ってる感じだと。美味しい美味しい。いちごが、いちご味が強い。あ、そうなんだ。ミルクじゃなくて。うん、なんか これミルク飲めるんじゃない？え、ミルク苦手。ミルクなのに。うん、じゃあ全部飲む。滑らせんの。ボケてねえんだよ別に。私が悪い、今の私が悪い。はい、じゃあ頭痛も治してね。全部飲み切ったら吐き出して帰りましょう。なんで。はい、てな感じで、タピオカ一人でずっと飲んでたけど満足した。満足した、飲み切った。美味しかった。初めてのいちごミルクだったから味心配だったけど大満足だった。大満足だった、よかった。頭も治ってるよね。治った、はい、よかったよかった。はい、てな感じで、古着爆買いデートだったけど、まさかの1店舗目で全部買っちゃうっていう。1店舗目でこれ全部買った。しかも1店舗目で過去一買っちゃった。うんね、大満足だったから、これは今度紹介します。さすがにな。次のルックブックか。うん、ルックブック的なものをね、撮ろうと思います。いいデートの1日だったね。ね、疲れたね。楽しかったね。ここに来て逆行。バイバーイ。バイバーイ。ね、愛してるぞ。愛してるぞ。今日そんな愛してるぞって言ってねえぞ。愛してるぞ。薄れたんか。薄れてねえよ。愛してんだよ。愛してんだよ。オッケー。こっちもだよ。オッケー。撮ってる風にしてみた。撮ってる風にしてみたから無理しないで。撮ってないの？撮ってるけど。